はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。ウリナラマルナラ様、無意自然様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。親元離れた学生は受信料免除は NHK の罠を保守速報さんに取り上げていただきました。感謝であります。騙されて安易に契約してしまうと、契約者の転出転入届の監視、これ役所に行ってやるんですけど、 NHK は全国の1000以上ある役場に行ってですね、毎月これやってます。多大な労力かけてこれやっておりまして、で、あの学生が終わっても引っ越しても契約がついてきます。 NHK に一生追われますんで、一度も契約しなければ NHK は氏名を知る方法がありません。なので、あの住所だけ記載で名無しの特別宛てどころ郵便で契約しろって封書を送っていくんですけど、以前はですね、大金かけて重要って書かれた住所も名前も書いてない、封書を無差別ポスティングしておりました。あまりにも効果がないんで、特別宛てどころ郵便というのに切り替えたんですけどもね、当然ですね、特別宛てどころ郵便、住所は書いたけど名前書いてないっていうのも捨てていいです。それが来たってことは、その住所は契約してないが誰が住んでるかわかんないっていう NHK、ということですから、反応して NHK に情報を渡さないでください。保守速報に寄せられた意見、引っ越し屋や不動産屋、あと電気屋あたりもグル、NHK は海保の何倍も予算を使えることに納得がいかない。自分ら世代はテレビを見ないから NHK 民放問わずサブスクでいい。これいいアイデアですね。民放もですね、テレビ CM やめてサブスクにしたらどう、自分らの作る映像に自信があるんだったら、それで堂々と勝負したらどうだと思うんですけどね。 NHK に特権を与えすぎな自民党がマジでクソと。フジテレビ5時半のニュースで、まもなく BTS コンサート、別にあの日本じゃなくてプサンだって、もっと他に報道すべきニュースはあんだろう。 NHK一番視聴率が高い、7時のニュースで BTS を宣伝。続いてはこちら、韓国。なんでだっていう、人気グループ BTS のコンサート会場です。日本人観光客の姿も見られましたーつって、 NHK が7時のニュースで韓国のグループが韓国でやるコンサートの報道してやがる。おかしくないですかこれ。ネットなんです。日本に一切無関係なニュースで草。日本はどうでもいいニュース流すなよ。ワイドショーならともかく、ニュース番組で報道するようなことか。これがニュース ?NHK は日本人アーティストのコンサートの報道なんかしないのになぜ。そうなんだよね。NHK が、日本のアーティストのコンサートも、ニュースで報道するなら公平ですけど、なんで BTS だっけ。会場、日本ですらねえし。NHK で韓国旅行の放送してて、 BTS のコンサートに来ました、本当韓国来たかったですって言っているのを見て、お前は帰ってこなくてよろしいと思った。まあこれも仕込みでしょうね。韓国アイドルグループが韓国でコンサートをやる報道、 NHK スクランブルでも絶対報道しない。変更報道以外の何もんでもないですよね。つくづく思うんですけど、私、自社の売り物を自分で価値を低める業界ってテレビ新聞業界しかないよな。トヨタが自分とこの車わざわざ変に作りますか。燃費を少し悪くしようとか、タイヤの減りを早くしようとか作りますか。日清食品がですね、カップヌードルをわざわざもっとまずくしようっつって作っかって話。メディアはですね、報道すべきをせずに、報道しなくていいこと放送して、自分でね、自分の売り物の価値低めてんですよね。こんなバカな真似してれば衰退するわけだわな。正式な告知はまだですが、11月23日祝日、NHK スクランブルでも渋谷でやります。これは実質解体デモです。ご参加されてですね、一切報道されないのはガチをご自分でご確認ください。歴史の証人になってください。よろしくお願いいたします。政府年金支払いを20歳から65歳の45年間にする方針だそうであります。記事要約、現行60歳から65歳までは年金支払いもなければ
受給もない状態なんだけど、これを60歳定年の人に合わせる、て65歳まで払ってもらう。で、あの基礎部分を厚くしたい、つもり。影響を受けるのは60歳定年の企業の方や自営業の方、企業は全部65歳定年にしなさいよっていうことなのかな。自営業も65歳までは働きなさいよっていうことなのかな。ネットの話です。65歳定年制を義務化ってことかな。人口の3分の1が65歳以上になったからな、仕方ないかもな。その場合は65歳まで雇用させないと無理だが、できんのかな。投票の価値を知っている高齢者が優遇されるのは民主主義として当然。いずれ70歳から支給でそれまで払うようになる。なかもしんねえね。寿命が伸びてるからしょうがないんだ。ネットの意見は立場によってバラバラでした。中にはですね、お前働いてないから関係ないだろって人も書き込んでおりました。これで今の実質税負担率 48.1% がとうとう5割を超えることは間違いないですね。ますます若者の負担増、ますます少子化間違いなしと。若者選挙行かないからな。政治がですね、あの高齢者を向くのは当然の結果ですね。自分に投票してくれる人のために働くのが政治家ですからね、しゃあないですね。渋谷なんかでデモとか街宣やってますとつくづく思いますけど、若者は忙しい。自分のことで手一杯。あとですね、これが自分に関係あることだとは微塵も思ってない。まあまあ若者は守られる側、未だにですからあんまり興味ないんだろうな。守る側になると、ああ政治って大事だなって、思うようになりますけれども、今の60代若いですもんね。65歳まで働きたいっていう方も多いんでは。今は65歳の高齢者認定、60歳から65歳までは前期高齢者って言うんじゃなかったでしたっけ。年々伸びていくのもやむなしですね。これ寿命が伸びてくからね。ガースもですね、生活保護があるって言うとったし、まあ心配ないですね。なるようになります。講談社本当の定年後という本で、60歳80歳の仕事の実態よりつらつらと書いてありますけれども、まあまあ記事の要約です。60歳の6割8割が、70歳の 45.7% が働いてます。対人能力は加齢とともに上昇します。処理能力、論理的思考力は60歳を境に低下を開始します。そっか。専門知識、専門技術は70代後半から低下を開始します。これ大工さんとか、例えばね、ひな人形を作る方とか職人さんとかは70代後半まで頑張れんのか、いうような感じですね。専門家はそこまで大丈夫なのか。なるほどなるほど。ネットの話、すぐに80代が働く社会になるよ。麻生さんなんか働いてますもんね。シルバー人材センターのじいちゃんたちは楽しそうに働いてるよ。高齢者が身近にいないとはわからないかもしれないけど、働かなくなるとすごい勢いでボケるんだぞ。働けるなら働いた方がいいと思う。できるだけ働いた方がいい。ボケ防止になるから。70代で土方やってる親戚は見た目も若いし頭もはっきりしている。うちの親も年金もらいながらパートしてる。親父は71だが働いてる。働く必要全くないんだが職人だから生きがいなんだろう。これは70代後半から衰えるまで働けますね、職人さんはね。高齢者を見ていると千差万別。お金あっても働きたい人もいれば、貧乏でも働きたくない人も怠けもんやな。仕事辞めた途端にボケた人を随分見てきた。なんていうですね、いろんな意見がありますな。高齢者の勤労にはおおむね賛成ってのが多かったです。否定的な意見の人は自分が働くのが嫌なんでしょうね。ここで唐突ですが、2種類の幸福について、幸福には2種類あるそうです。ドーパミン幸福、ギャンブルで当たったり、狩りで大物をゲットしたり、釣りで大物釣ったり、狙ってた異性をゲットできたり、選挙で当選したり、商売が成功するなど、出るドーパミンによって得られる幸福をドーパミン幸福って言いますね。まあ成功幸福って言ってもいいのかな。区議選市議選を
何度も当選するとそれが当たり前になってきて、初当選の喜びはもはやない、幸福を感じる儲けの額が増えていく、これ例えばパチンコなんかで1万円買って喜んでいたものがそのうち2万円じゃないと喜ばなくなってくる、慣れてだんだんと感じにくくなってくるっていう特徴あります。私昔外車をですね2台ほど乗り継ぎましたが、ウキウキすんのは初めだけね。だんだん時が経つとそれが当たり前の日常になっちゃって、別にどってことなくなっちゃうんですよね。古いジャガーと古いアルファロメオ、乗ったことありますけれども、このためドーパミン効果を追求していくと、いつまでも満ち足りない、どっかでずっこける可能性が大である。世界征服しない限り先があるってことですよね。これ分かりますね。例えば1000万円の車を買った、ウキウキしていた、隣に2000万円の車が並んでしまった、言うとですね、やっぱり値段が高いって勝負するもんでもねえな。100万円の腕時計してウキウキしてたら、1000万円の腕時計してる人がいたとかね。可愛い彼女をゲットしてディズニーランド行ったら、もっと美女なスタイルのいい、女がいたとかですね。そんな感じで、まあまあキリがない、ずっこける可能性がある、世界征服しない限りゴールしないっていうですね。それに対してもう一個、オキシトシン幸福、世のため、人のため、好きな人のため役立てた時に感じる幸福、別名愛情ホルモン、人や動物との触れ合いでも出る、スキンシップで出ます。ペット飼ったりね、ドーパミンと違って慣れて効かなくなってこない、新鮮いつでもという特徴がある。年をとっても働いて社会のためになるっていうのは幸せと思いますね。これ、家業が自営業だとね、いつまでも働けていいんですけど、農家とか、いいよな、数少ないけど。というわけで、子孫のための NHK デモにご参加ください。ちょっと無理やりな気はしますけれども、お子さんがいらっしゃらない方は親戚の子のためにご参加ください。世のため、人のため、子孫のために働くと、多分あなたは幸福を得られます。なんか怪しい宗教みたいになってきちゃいましたけど、超個体の一員としてね、日本人みんな親戚っていう説私とってますけども、自分にお子さんがいない方でも、甥っ子姪っ子一人ぐらいいるでしょ。その子たちのために頑張りましょう。 NHK ぶっ潰してね。10月15日安倍総理県民葬に8000人が弔問に参りました。下関市役所前には県民葬に反対するいつもの総係の連中約80人が集合したそうであります。ネットの案内です。30人ぐらいやな。主催者発表336人。いつまで安倍安倍やってんだ。まあ10倍盛りが当たり前ですから、30人ぐらいだったんじゃないの。NHK と朝日新聞80人って報道しましたけど、現場の画像がこちらであります。なんかNHK と朝日新聞喜んで報道したけど、逆効果ではこれ70歳以下の人見えねえよ。これ70歳以下の人、70歳以上の方ばっかり集まってるよ。先頭はなんかどっから持ってきたんだか椅子並べちゃってね、とうとう立ってもいらんなくなっちゃったのかな。そういう高齢者が未だにあべあべやってんだもんな。哀れの一言であります。こんな活動じゃオキシトシン幸福は得られませんよ。生存確認集会かよ、思います。気の毒だな、本当に騙されてね。信者だよねこれ、総がかり信者。円安による輸入小麦高騰で米が人気、という記事がありました。外食産業による新米予約が5割増し、パックご飯売り上げ4割増し、7割が米を食う機会が増えたと回答したそうであります。ネットの話、ニューヨークでラーメン4000円。そうなんだ。コロナで外食産業が米を買い控えしてたし、米以外食ってると太るよね。日本は高温多湿で北海道以外は小麦栽培に向いてないって農家に聞いた。
今年コンバイン新しくしたからじゃんじゃん米食べて、この方は米農家の方ですかね。一人当たりの米の消費量はですね、ピークが1962年、だったそうであります。年間118キロ食ってた一人、につき、すると1日300グラムは食ってたってことか、1日2合、なかなか食えませんね。1合っていうのが丼飯ですから。現在は 51kg で半分以下になっちゃったそうであります。そういえば1日2食なんですけど、私、昼と夜ね、全て米ってことないかもしんないな。昼パン食って夜米食って、昼米食って夜うどん食ってみたいな、そんな感じかもしれない。給食でパン食を推進したGHQ にまんまとしてやられちゃいましたね。私的にはパックご飯の味の進化が嬉しいであります。とっても美味しいです。昔のパックご飯はいまいちだったんですけど、最近はとっても美味しいです。消費量が倍になればですね、何十年もやってる減反政策やめられっかもしれないですね。天照大神の天孫お孫さんニニギの御事が降り立ち、宮を建て住んだのが宮崎県高千穂地方、高千穂地方、高く穂を積み上げよっていうことで高千穂なんだって。ニニギの御事は天から稲穂を持って、真っ暗な地に降臨したそうであります。つまり稲を持ち込んだ、外来種ってことですか。まあそういうあれなんですけどね。稲穂から穂を取って、まあ、脱穀して、まあ茎の分ですね、四方に巻いたら日が差し闇が消えたという神話がありまして、というわけで日本人は米食わないとあかんですなって思うんですけど、無理やりでしょうか。日本国政府の紋章って確かに稲穂なんだよね。五円玉にも稲穂書いてありますけれども、まあまあ私もなるべく米食うようにしたいと思っております。というわけでメール党員さん大募集、地区支部長さん立候補してくれるも大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。